フレデリックスバーグの戦いは、アメリカ合衆国バージニア州、フレデリックスバーグ市の内外で、1862年12月11日から12月15日にかけて、南軍のロバート・イーリー大将の北バージニア軍と、北軍のアンブローズ・バーンサイド少将のポトマック軍との間で戦われ、南北戦争の中では最も一方的な結果になった戦闘である。 北軍は12月13日に、市の背後にある高台で残豪に入って、防御を固めた南軍に対して無益な、正面攻撃を繰り返して恐るべき損失を出し、アメリカ連合国の首都リッチモンドへ向かっていたその、方面作戦を早期に切り上げることになった。この戦闘は、リーの小規模だが、より高戦的な軍隊に対する、 戦いの中で北軍が主導権を取り戻そうとした結果として生まれた。バーンサイドは11月にジョージ・マクレラン少将に代わってポトマック軍指揮官に指名された。マクレランは9月のアンティータムの戦いでリーの進行を止めたが、エイブラハム・リンカーン大統領はメリーランド州でリー軍を追撃し撃滅できなかったのはマクレランが、 決断力を欠いているためであるとし、また大会戦の後で軍隊の編成以えや、再装備に時間を過剰に費やしていると考えた。リンカーンや、総司令官ヘンリー・ハレック少将からせかされた、バーンサイドは、秋も遅い攻撃を立案し、11月9日に、ハレックとその作戦について検討した。この作戦は素早い動きと偽装に頼っていた。 まず、バージニア州ウォーレントン近くに敵にも見える形で、軍を集結させ、カルペパーコートハウス、オレンジコートハウスを呼び、ゴードンスビルに動くふりをする。次に軍隊を素早く、南東に動かしラッパハノック側を越えて、フレデリックスバーグに入る。この時リーがバーンサイドの意図を理解できずにじっと、動かずにいることを期待して、北軍は、急速に、フレデリックスバーグから、 リッチモンド・フレデリックスバーグポトマック鉄道に沿って南のリッチモンドに向けて進軍する。バーンサイドはもし彼がウォーレントンから直接に南に動けば、この時、ウィンチェスターの南、シェナンド渓谷にいるストーンウォール、ジャクソンの軍団の側面攻撃にさらされることを心配していたので、この作戦を選んだ。バーンサイドはまた、 オレンジアレクサンドリア鉄道が不適切な供給線だと考えた。バーンサイドがフレデリックスバーグに近いファルマスに補給基地を集め始めた時に、リンカーンの政府はバーンサイドの作戦の見識について長々と議論を続けていた。リンカーンはバーンサイドの作戦を最終的に承認したが、最速で動かなければならないと警告し、 リーがバーンサイドの予測したように動くかについては実際に疑っていた。北軍は11月15日に行軍を開始し、戦闘部隊は11月17日にファルマスに到着した。バーンサイドの作戦はすぐにつまずいた。船橋を前持って送りラッパハノック側を素早く渡れるように命令を出していたが、手配のしくじりから橋は 軍隊より前に送られていなかった。エドウィンブイ・サムナー少将が到着した時、すぐに川を渡って、町にいる500名ばかりの南軍部隊を蹴散らし、西側の地の利のある高地を占領することを強く推奨した。バーンサイドは増加する秋の雨で川の浅瀬が使えなくなり、サムナーが遮断されて打ち破られることを恐れて慌て始めた。バーンサイドは、サムナーに、 ファルマスで待つように命じ、それまでのイニシアチブを失った。11月21日までに、ジェームズ・ロング・ストリート中将の軍団が、フレデリックスバーグ近くに到着し、ジャクソンの軍団も急速で続いた。リーは当初バーンサイドとフレデリックスバーグの北西で戦うことを予測し、ノースワン・ナガの背後に交代する必要があると見ていた。しかし、 バーンサイド軍がゆるり動いているのを見ると、全軍にフレデリックスバーグに向かうよう命じた。11月25日に最初の船橋がファルマスに到着したが、ポトマック軍が抵抗もなしに川を渡るには遅すぎた。しかし、リー軍はその半数しか到着しておらず、また残豪に入ってもいないので、素早く行動するなら、 バーンサイドにはジャクソンが到着する前に、ロングストリート軍を攻撃して打ち破る機会がまだ、あった。船橋が揃ったのは月末であり、この時には、ジャクソン軍が到着し、ロングストリート軍は、強い防御陣を構えていた。バーンサイドはもともと、フレデリックスバーグの東、10マイル下流で川を渡る、考えだったが、 ジュバルアーリー巡務の師団がそこに到着して遮った。このために直接フレデリックスバーグに渡ることを決断した。12月9日、ハレックに当てて私は川の他の場所よりも我々の全面で直ちに溶かすれば敵の意表に出ることができると考える。敵の大部隊は今ポートロイヤルに結集していて、 その残りがフレデリックスバーグにいると確信し、これを倒せると期待する。と書いた。バーンサイドは、自軍の勢力的な優勢さに加え、有効な攻撃を受けないことが分かっている点でも、有利だった。ラッパハノック側の対岸では、スタッフォードコーチと呼ばれる尾根に220門の大砲が据えられ、リー軍が大規模な反撃を仕掛けることを不可能に、していたからである。 北軍が渡カを試みる二日前でも敵司令官の作戦がよくわかっていなかったにもかかわらずリーは自軍の勝利を強く信じていた左翼であるロングストリート配下の約二万名の兵士を死のすぐ西メアリーズハイツと呼ばれる尾根の頂上にある石壁の背後に置いた死の南部下流で渡カされることも恐れ残りの部隊をジャクソン軍の南に配置した その地域は、丘が入り組んでおり、もう一つの優れた、防御陣地になっていた。12月11日朝、北軍の公平技師たちは全部で6個の船橋を、2個は、町中心のすぐ北に、3番亀は、町の南端に、残り3つは南に近くラッパハノック川とディープランの合流点近くに組み立てた。 高兵たちは特にウィリアム・バークスレール順将のミシシッピ旅団に属する狙撃兵の重火により大きな痛手を受けた。最終的にバーンサイドの部下が説得してその夜にボートで上陸部隊を送り込み小さな共闘兵を確保して狙撃兵を追い出した。南軍は北軍の援護砲撃があったために活発には 上陸に抵抗しないことを選んだが、南北戦争でも最初の市街戦が起こり、建物は、不評と、対岸からの砲撃で取り払われた。北軍の大砲は5000発以上の砲弾を待ちと、その西の尾根に打ち込んだ。橋が完成し、バーンサイド軍が市内を激しく蹂躙したので、リーはそれを古代バンダル族の略奪行為になぞらえて、怒った。この破壊行為は、 その兵士の多くが、バージニア生まれのリー軍兵士も怒らせた。12月11日と12日の流れの中で、バーンサイドの部隊は、死の外閣に布陣し、リー軍を攻撃する準備を整えた。戦闘の外観、1862年、12月13日、サムナーの突撃、午後1時フッカーの突撃。 午後3時半先端は12月13日の午前8時半に、市の南で開かれ、ウィリアム B ・フランクリン少将が、左翼大師団から二個師団を、以前は見えていなかった、ジャクソン防御陣右翼の隙間に送り込んだ。午前10時までに厚い霧が立ち込め始め、当初は、ゆっくりした動きが加速された。ジョージ・ミード少将の師団が、 主攻撃隊を形成し、アブナーダブルデーとジョン・ギボン各順位将の師団が支援した。この攻撃は、ジョン・ペラム少佐が指揮するバージニア騎馬砲兵隊によって立ち往生し、ペラムの2門の大砲と北軍の砲兵大隊とが約1時間、砲撃戦を続けた。リー将軍は、この戦闘を観察して、24歳のペルハムについて、 こんなに若い者にこれほどの勇気を見るとは素晴らしいとコメントした。最後はミード隊が経緯に役となりマクシー・グレッグ淳将の旅団に駆け込みこれを蹴散らした。グレッグは撃たれて致命傷となり2日後に死んだ。ミード隊の右翼ではギボン隊がウィリアム・ドーシー・ペンダーとエドワード・エル・トーマス・各ク将の旅団に攻撃をかけかなり進展があったが、 ミード隊とギボン隊が分離された。午後1時半までに激しい南軍の反撃でこれら2体は押し返された。霧が深い状態だったので、北軍の砲兵隊はうまく支援できなかった。北軍部隊は撃退されて、南軍の不評隊に追跡され、川で動けなくなる心配が出てきた。ここで、ダニエル・シックルズ准将とデイビッド・ビーバーニー准将の師団が、 国軍の戦線を補強しに入り、ジャクソン軍の反撃が行き詰まりになった。戦闘の焦点は、北のメアリーズハイツに移った。フレデリックスバーグの西への最初の攻撃は午前11時に、始まり、ウィリアム・ H ・フレンチ准将の師団が、プランク道路に沿って移動し険しい包みのる、排水路と広く開けた400ヤードの平地に、直面したが、 その向こうくぼんだ道路と石壁の背後には、南軍の不評と砲兵の部隊が待ち構えていた。少し前にロングストリートは、砲術士官エドワード・ポーター・アレクサンダーから、我々が先端を開いたら鶏一匹も、あの平野では生きていけないという言葉で、安心させられていた。北軍の部隊の攻撃は排水路にかかる二本の小さな橋を重烈に進まざるを得ず、 格好の目標にされた。さらに右翼側に攻撃を移そうという試みも、湿地のために失敗した。南側と同様に、北軍の砲兵隊が霧に遮られ、南軍の大砲を効果的に黙らせることが、できなかった。バーンサイドはこの右翼への攻撃が左翼へ行われる、死体の単なる支援になると予測していたが、フランクリンが立ち往生し、 継続要請にも抵抗したので、バーンサイドは重点を変えた。フレンチの師団が大きな損失を出して撃退された後、バーンサイドは、ウィンフィールド、スコット・ハンコックとオリバー・オー・ハワード各順庄の師団を送り込んだが、同じ運命にあった。この時までに、南軍ジョージ・ピケット少将の師団とジョン・フット、 少々の敗下の一個旅団が北へ動き、メアリーズハイツを補強した。チャールズ・グリフィン巡将師団が午後3時半に攻撃を再開し、アンドリュー・エイハンフリーズ巡将の師団が午後4時に続いた。夕暮れ時に、ジョージ・ W ・ゲッティ巡将の師団が、東から攻撃したが、これも撃退された。北軍は六個師団が投入され、通常一時に一個旅団が当たり、 都合16回の個別の攻撃となったが、すべて失敗し、6000名から8000名の損失を出した。リー将軍は、リーズヒルと呼ばれることになるその戦線の中央の場所から、この大虐殺を見ており、戦争が大変恐ろしいのは良いことだ。でないと我々は、戦争を好きになりすぎるだろうと言ったとされている。ハイツでの戦闘の中には、 アイルランド旅団の突撃もあり、戦力の50%を失ったが、他の、どの旅団よりも高く、ハイツに駆け上がった。メアリーズハイツでの南軍の損失は1200名、程度だった。暗闇が訪れ、バーンサイドの部下たちの懇願で攻撃は止められた。後にロングストリートは、この攻撃は、絶望的で流血が多く、全く望みのないものだったと書いた。 数千の北軍兵士が12月の寒い夜をハイツに続く戦場で過ごし、南軍の住家のために負傷者を動かしたり助けることもできなかった。12月14日は1日中、両軍はそのままの陣地に止まり、バーンサイドはその古くから率いる第9軍団でメアリーズハイツに最後の攻撃をかけようと考えたが、思い直した。その日の午後、 バーンサイドはリーに負傷者を引き取るための急戦を申し入れ、リーはこれを寛大に受け入れた。翌日、北軍は川を渡って撤退し、戦いは終わった。両軍がこうむった損失を比べれば、いかに北軍の戦術が絶望的なものだったかがはっきりわかり、バーンサイドは1ヶ月後に指揮官から解任された。北軍の損失は12,653名だった。 二人の将軍、すなわちジョージ・ダ・シール・ベイヤード順将と、コンラッド・エフ・ジャクソン順将が、瀕死の重傷だった。南軍の損失は5377名、戦場に横たわる多くの北軍兵士に水を与えて回った。北軍の兵士は、カークランドの意図が明らかだったので発砲を止めた。カークランドは、この行動で、メアリーズ・ハイツの天使と、あだなされ、 その行動を実行したフレデリックスバーグスポットシルバニア国定軍事公演に銅像と標識で記念されている。南部は大勝利に接して歓喜に沸き立った。リッチモンドのイグザミナー紙は侵入者にとっての驚くべき敗北、神聖なる大地の守護者にとって素晴らしい勝利と表現した。リー将軍は通常発言を控えるが、チャールストンの マーキュリー紙によって、歓喜、ほとんど一方的、彼を訪問する人は誰でも抱擁したいように思われると表現された。新聞も、リー将軍は仕事のやり方を知っており、その軍隊は失敗というような言葉を未だに知らないと叫んだ。北部の反応は正反対であり、軍隊も、リンカーン大統領も政治家や報道から強い攻撃を受けた。 シンシナティのコマーシャル紙はあの日我が軍に感知できるよりも兵士が多くの勇敢さを示すか将軍たちが判断しないことを示すかは人間の性格として考えられない。旧進派共和党のザカライア、チャンドラー上院議員は大統領は弱い男であり、この場に望んであまりに弱く、かの愚かで裏切り者の将軍たちは決着のつかない戦闘と遅れの中で 時間とより貴重な血を費やしている。と書いた。ペンシルベニア州知事アンドリュー・カーティンは戦場に行った。後でホワイトハウスを訪問した。彼は大統領に向かって、あれは戦闘ではなかった。あれは屠殺だったと言った。カーティンは大統領が戦闘を振り返って心を痛め、すぐに狂気に近い神経的興奮状態になったと報告した。リンカーン自身も、 地獄よりも悪い場所があるとすれば、私はそこにいる。と記した。2006年3月、南北戦争保存信託は、フレデリックスバーグ戦場後の重要な場所である、スローターペン農場の保存のために120万ドル暴金運動を始めると宣言した。205エーカーの農園は地元では、ピアソントラクトと呼ばれ、1862年12月13日の、 流血を呼んだ、戦闘の場所である。この場所で北軍のジョージ・ミード少将と、ジョン・ギボン・ジュンの部隊が、フレデリックスバーグの北バージニア軍戦線南側を、守るストーンウォール・ジャクソン中将の部隊に攻撃を、かけた。ミードは、以下の北軍は、莫大な損失を受けたにもかかわらず、一時的に、南軍の戦線を突破し、しばらくの間、 フレデリックスバーグの戦いで北軍が勝つチャンスを示した。戦場のこの南側の場所での戦いは後にスローターペンと名付けられ5000名の損失と5名の名誉勲章受賞者を生んだ。スローターペン農場はフレデリックスバーグ戦場後で最大の保護されないままとなっている場所と考えられた。また戦場後で訪問者が12月13日の 北軍の攻撃を始めから終わりまで辿ることのできる唯一の場所でもある。フレデリックスバーグで他の北軍が攻撃したと考えられる場所ほとんどすべては、すなわち戦場の南端やメアリーズハイツの前面は開発によって変わってしまった。フレデリックスバーグ戦場後のスローターペン農場に1200万ドル募金獲得はアメリカ史の中でも最も待望ある。 非営利戦場跡獲得と呼ばれた。2006年10月、アメリカ合衆国内務省は、スローターペン農場の重要性に基づき200万ドルを拠出した。この金は土地及び水保護基金から、アメリカ合衆国議会の政府支出金を通じて与えられた。この基金は、アメリカ南北戦争の意味ある、戦場跡を獲得し保存するために非連邦の運動を支援している。 この計画はアメリカ合衆国国立公園局のアメリカン戦場後保護計画で管理されている。さらに中央バージニア戦場新宅はスローターペイ農場募金に100万ドルを寄付した。ありがとうございます。